兵庫陶芸美術館の仁王です。私のお気に入りの作品は明治時代に作られました出石焼のこちらの壺です。兵庫県内では江戸時代後期になると豊岡市の出石焼のほか数多くの焼き物が作られるようになりました。それらの多くは京より陶工を招聘し、その技術や衣装を取り入れた焼き物作りが行われました。出石焼については創業から磁器製造に至る経緯が伊豆や伊左衛門記録と呼ばれる古文書に克明に記されています。天明4年に丹波の職人によって陶器作りが行われ、その後肥前平戸の職人が磁器の焼成を成功したことで磁器作りへと移行しました。享和元年には伊豆市場の東に窯が築かれ、伊豆市藩あるいは城下の商人による民間の窯が相次いで始められ、肥前有田の伊万里焼を模した染付を中心に生産が行われました。明治9年に設立された栄新社では、現在の出石焼につながる白磁のほか、染付や色絵が生産され、国内だけでなく広く海外にも輸出されました。明治32年には出石陶磁器試験所が設置され、石川県から招聘した友田康清によって銅板転写による染付の量産化や、海外から普及した床彩と呼ばれる彩色技法を取り入れるなど技術改良が行われました。明治30年代以降は友田の技術改良によって雪よりも白いと表現される白磁が生み出され、四季に関係なく草花を華やかに装飾した彫刻技巧と呼ぶにふさわしい作品が作られました。360度純白の壺の胴部を巡るかごめは、丸山川下流の湿地帯に自生する堀柳を編み上げた立花国の特産品であった柳氷を模したものと考えられます。後頸部および胴部下方は紐状に細く伸ばした地胴を均等に編み上げて装飾されています。また中央の竹格子の奥には地胴をミリ単位に薄く伸ばし、細部まで丁寧に再現された菊や百合、梅が隙間なく貼り付けられており、当時の陶工の高い技術が結集しています。明治33年のパリ万国博覧会に出品される予定でしたが、船便での輸送途中に一部が欠損したため博覧会に出品されなかったと伝えられています。壺の底裏には大日本立花の国伊豆市磁器会社バイザーアーティストミスター安清友田などの名が記されています。100年以上前の作品とは思えない友田の優れた造形賞が垣間見られます。